物事の本質構造っていうものをちゃんと捉えて、それを分かりやすい別のものに置き換えて例えて表現する、一流の人っていうのはそれができるんです。さて、私はビジネス数学、数学の専門家です。じゃあ深澤さん、数学って何なの？当然こういう会話になるはずなんです。数学っていうのは極めてエロティックな学問です。来たよ問題と向き合います。その問題の構造、どこに何があるのか、それはどういう関係になっているのかっていうのを把握しようと試みます。それが把握できた瞬間、ゴールまでの道筋がクリアになります。あとは脱がすだけです笑い事ではない。数学の問題を解くっていうのは、私には女性の服を脱ぐこと、脱がすことと同じなんです。だから解けた時に気持ちがいい。だから次の問題を解きたいと思う。他の女性の服を脱がしたいと思う。数学に夢中になる人っていうのはそういう頭のメカニズムをしています。だから数学はエロティックなんです。もう一度言います。大事なことです。物事の本質を捉え、それを別のものに置き換えて分かりやすく伝える、これができる人が一流だと。